いっぱいでみんなって動きたいと思います。自分を出せるように緊張しないように頑張ります。いいテンションでこう代々木東京を迎えられたっていうのはとってもこう嬉しいことだし、いい状況です。あたることですが、若さいっぱいで、はい、頑張りましょう。イエーイ。自分の生まれたところでコンサートができるっていうんで、なんかね気合の入り方がまた違う感じがして、うん、頑張りたいなって思ってます。もう今からもドキドキしてます。一生懸命頑張りたいです。 120% 出したいと思います。頑張ります。気持ちよさとか歌とか踊りとかいろんな表現できたらいいなって思います。頑張ります。すごいなんかワクワクしています。いつも以上に頑張ろうって気合が入ります。今日もすごい緊張してるんですけど一生懸命頑張ります。一生懸命頑張ります。今まで以上に爆発させたいなと思います。たくさんの人に私たちメロンをきれいに知ってもらえるように頑張ります。いいライブできるように頑張りたいと思います。みんなと一緒に頑張りたいと思います。頑張ります。自分たちの表現で一生懸命頑張りたいと思います。東京でやれることがすごい嬉しいです。ハローのメンバーとモーニング娘。パワー炸裂で頑張ります。最高のライブ感動を皆さんにお伝えします。一緒に楽しみましょう。Hello.
Let's go.
一生懸命恋しました。あ、どうぞ。
出演するメンバーを紹介します。今回ハロープロジェクト初参加のまずはシェキドル、そして前田由紀、メロン記念日、三好千夏、新しくメンバー加わりましたカントリー娘、ココナッツ娘、話でもしましょうかね、うん、はい、あ、始まりましたね、始まっちゃいましたよ、始まりましたね、はい、もう熱気で暑いね、暑い、うん、熱気よりもみんなの声の方が暑いぜ、わ、後ろの方の人今回は29名出演しているわけですけど、うん、ちゃんと29人数えました？数えなきゃダメじゃないねえ、ねえ、確認は取れました？どのグループがどこにいるかとかできた？ほうほうほう、よかったね、うん、結構みんな分かってるみたい、ね、後ろの方結構ね、おい誰やねん、どこやねんって思ってる方いらっしゃるかもしれないですけれども、全員29人本物なので、はい、はい、ご安心してハロープロジェクト楽しんでください。はい、それじゃあ早速いきますか。いきましょう、いきましょう、はい、紹介します。このハロープロジェクト2000でデビューするシェキドルです。背はまあみんな同じくらいなんだけど、トンネルズとかダウンタウンと一緒で2人組だって、つんくさんが最近は2人組のユニットが少ないから狙い目やなって言ってたしね、つんくさん。女の子の時代は簡単に見せちゃダメ、女の子だけが知る
紹介します。パッパバラのパッパメロン記念日です。パッパバラのパッパ曲は告白記念日。ではモーニング娘。の肝っ玉母さんなんて言われていますが、私たちのリーダーであり良き姉さんである中澤裕子です。年はちょっと離れているんですが、そんなことを気にしませんよね。そんな中澤裕子に今アジアの風が吹いています。
みんなちょっとおいで。今日はね、4人ともお手伝い頑張ってくれたから、はい、ご祝儀よ。ありがとうございます。可愛いわね、芸能界じゃね、当たり前のことだからね、気にしないでいいの。どうもありがとう。裏になんか書いてあります。本当でなんか書いてある。次は しなさい。うん、かっこいい。あれ、めぐみは？しめしめ。あ、ちょっと、あんたそれ何持ってんのよ。これ拾ったのよ。どこで？タンポポの楽屋。それって置いてあったんじゃないの？なこと、どうでもいいじゃんかね。こんなメロンの場所にさ、こっちの方がいいと思わない？ほら、大きなリボンついてて可愛いでしょ。可愛い。じゃあかぶってみるよ。
どうかしら。やっぱりさ、私たちにはこのメロン帽子の方が似合いますよね。そんなことより、私たちは魔王を倒すためにバレエのレッスンをしなきゃいけないのよ。ね。はーい。ちょっと待ってください。めぐみ、早く早く。それじゃあ、発声からいくよ。みんな、5番用意。シュッシュッ。せーの、パセ。よし、ちょっとしっかりしなさい。次はプリエ行くよ。せーの、プリエ。おー、それじゃあ私たちの必殺技バランセ行くよ。せーの、バランセ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 。ちょっとみんな、そんなんじゃ全然ダメ。魔王なんか倒せないよ。もう一度気合を入れてやり直そう。はい、せーの、バランセ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 。ペライ、こっちゃ、カオリの帽子が誰かに盗まれた。あ、メロンかぶった変な女の子がいる。見て、カオリの帽子だ。おい、カオリの帽子だ。なんだって、カオリの帽子が見つかったって本当か。こんなのあんたなんだ。この帽子は拾ったんだよ。この傘も拾ったの。何を言うか、メロンの下手。下手。怒ったわよ。みんな攻撃開始よ。あなたのシャツとラブソングです。
次はカントリー娘、恋が素敵な季節です。おかしいなぁ、ケイちゃん、カオリの帽子見つかった？ダメ、そっちは？帽子もなければ傘もないよ。一体誰が持ってったんだろうね。あの子がかぶってんのはカオリの帽子。昼も夜も夕方もずっと探すは香りの宝物。四六時中は頭の上のタンポポの帽子、袖には傘、メロンはメロンの帽子かぶりなよ。香りにそっと返してよ。嘘さ香りはタンポポにでっかい女の子なのだ。消してその傘、その帽子消して。
ありがとう。I'm afraid to ask you, for I want to know so much. But if I open my heart, I feel that would be the end. And there's only one thing. Still, I love you more.
みんなに紹介します。私たち3人は矢口が勝手に作ったモーニング娘。の新しいユニットミニマリです。皆さん、お願いが一つだけあります。つんくさんには内緒にしていてください。持ち歌は今のところ1曲だけでも、頑張ります。頑張ります。それじゃせーの、1,2,3,4 ミニモニイエイイエイ、一周回ってやっぱりイエイイエイ。皆さんご一緒にせーの、1,2,3,4 ミニモニイエイイエイ、一周回ってやっぱりイエイイエイ。どうもありがとう。あ、シロウサギのお姉ちゃん。あ、曲名間違ってるよ。泣きうさぎ。ねえ、何やってんだよ、辻。こんなヤギの真似ばっかしてないで、大事なこと言わなきゃいけないでしょ。はい。それではこちらのマーレッキさんが歌います。泣きうさぎです。それぐらい覚えろよな。はい、頑張ります。それじゃあ行くぞ、せーの、下手ハゲ。ハロープロジェクト初参加の前田由紀です。よかったら手拍子お願いします。寂しかったよ、愛しても愛されず、ビルの街、ネオンの街は涙を隠せる場所もない。17歳で一番年上なのと、何よりこの3人の中で一番セクシーだからじゃないですか。13歳です。12歳です。 You're the oldest and the smallest。 なんて言ったの。
一番年上なのに一番小さい。ちくしょう、どうせおいらは中学3年生から背が伸びてないんだよ。何やってんの、行くよ。はい。でも嬉しいわ、好きだと言ってくれたの、伸びるのかい？元気を出したら矢口さんの背は伸びへんけど、でも心は大きくなります。大きくなります。本当かな？皆さんそうですよね。そうですよね。みんな本当に元気を出したら心は大きくなります。よし、なんだか元気になってきたぞ。元気な矢口さんは丸丸丸、わーいわーい。いい損がなきゃ間に合わない。そうそんなきつい、いつかも回れと見つけた。So
Thank you.
Oh,
Yeah.
メロン記念日の
柴田あゆみちゃん、今日の感想どうぞ。今日はすっごく楽しかったです。いい記念日ができました。おうまいメロン記念日、いい記念日。続いて、誰に行きましょう。どうしよっかな、どうしよっかな。顔を伏せている、T&C ボンバーのしろちゃん、今日の感想どうぞ。外はちょっと台風が近づいてて天気があまり良くないみたいですけど、この日をすごい楽しみにしてくれてた人、盛り上がった、いい汗かいた、東京最高。さすがハロープロジェクト最年長。そして、最後どうしましょう、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 モーニング娘。の後藤さん、はい、今日の感想をどうぞ。やっぱ後藤が育った東京でライブができてめっちゃくちゃ楽しかったです。地元ですね。そうですね、はい、いい思い出になりました。はい、現場はこんな感じでございます。スタジオの中澤さん、はいはい、レポーターご苦労様でした、はいはい、本当に本当にみんなありがとう、ありがとう、ありがとう、またね、バイバイ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 。好き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 
弾きました。本当ですか？
も同様楽しかったです。ありがとうございました。頑張りました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ほら、ちょっと待った。